帰れる。そう思った瞬間だった。黒い、熱い、痛い霧が私の中から出てきて、気が遠くなる。そこから先のことはよく覚えていない。私の中が私ではないものに満たされていく。徐々に嫌な感覚が蘇ってくる。これは奴だ。力と引き換えで倒したはずなのに、なぜここにいるの？今奴に対抗できるだけの力を持った者はこの世界にいない。ごめんなさい。人の希望を、志をダメにしてしまう。必死に叫んでも霧に声はかき消されていく。三人で始めた旅が今終わりの時を迎えようとしていた。感謝するぞ、ザの試練。力を集めるだけでなく、そやつまで始末してくれるとはな。何を言っている？正気に戻れ！私は正気だ。久々の実践。まずはお前から血祭りにあげてやろう。ここは我々は龍将を倒し、私が作り上げた私の世界。まずはあの親子を作り出してみるか。どんなにそれを果たせなかった。孫家殿、志を果たせなかったもん。恨みに支配された心は、それを。何が起こっているのだ。南側に。
誰であろうと。おお、殿。さい。筋縄ではいい。これ以上敵が増えては対処が厳しくなる。門を封鎖。
敵援軍が間もなく到着してしまう。私の元く兵器が動き出したかが
参る。なんとか。